皆様、こんばんは。今日は2020年10月9日金曜日です。今日のテーマはですね、自分の考えですが、どんな考えでしょうか。真実の中国です。今日のテーマはですね、中国の大学生が書いた手紙についてですが、社会、国への手紙です。今、中国で話題となっています。日本の皆様は、私が紹介している中国の事情、 あるいは話をしている中国の事情に対して多少疑問あると思います。日本に行く観光客はマナーは良くなくても余裕そうですとか、特にアメリカでスーパーカーを乗り回る中国の留学生もいます。インターナショナル学校に通う中国の子どももいます。 中国にいたことがありますが、えー、ある方ですね、貧富の差がありますが、でもそんなに悪い人は言いなさそうですとか、これらの疑問に対して答えではないんですが、この動画でわかると思います。中国の社会。 文化的なことをこれから紹介したいと思います。もちろんですが、30分ぐらいで答えは出ないと思います。でも、皆様には、ある程度の答えは出てくると思います。ある公開されている手紙についてですが、Web で公開されていて、中国版のツイ i t t ですね。この2日は話題となっています。内容を紹介しますね。きっと、びっくりされると思います。 社会、国への手紙です。私は貧乏人を生きて欲しくないです。私の親も含みます。ここまで見てですね、私はとても衝撃を受けました。作者は後世にある今年の入学された大学生です。新入生ですね。内容を言いますね。私は国を愛する。高校の3年間、中国はアメリカに制裁され、 れてているのを見てきました。西洋諸国は我々の党をいじめている我々の国家我々のファーウェイを制裁しました我々の経済はショックを受けていますファアウェイを制裁することで我々の科学技術の発展を阻止にしました我々の党を消すように動いていますが我々の党は世界一の偉い党です 党のおかげで我々の生活は良くなってきました。これらを感じながら高校を卒業しました。これらのことを愛国教育だと感じて、党をもっと愛するようになりました。党に反撃してほしいです。でもできないみたいです。月収1000元未満の貧乏人は6億人ですが、1000元未満っていうのは1万5000円未満ですね。 この 6, 6億人の人間ですね。の方は中国での収入は月収1万5千円未満です。我々の国家の発展の足を引っ張っています。我々の党は百姓を愛していますから、アメリカと戦わないんです。アメリカと戦うと、この6億人の貧乏人は餓死してしまいます。この6億人のせいで、我々の国家は大変です。 外国に軽蔑されています。ここで私は中国の裕福の方を代表して国家政府に提案します。我々を軍事にしてください。この6億人の貧乏人を消してしまいたいです。国家社会の発展、前に進む足を引っ張る貧乏人はこの世に生きる価値がないです。 中国の大学生はみんな一致してこれらの敵を消しましょう。これらの貧乏人は国、社会の発展を邪魔しているから敵です。敵ですから消さないといけないです。我々大学生は社会経験がないです。でも国の発展が一番です。これは知っています。国があって社会がある。社会があって家庭がある。 家庭があって個人がいる。個人の利益、家庭の利益を捨ててもいいです。我々大学生はみんな力を合わせて1ヶ月でこの低収入のゴミを消しましょう。ゴミがいなくなると土地が広くなります。資源も豊かになります。資産も増えることになります。ここまで に,にします。まだありますが、これだけでも十分だと思います。この学生はですね、高生の何年の芸術大学に今年の9月に入学されました。新入生です。この大学は有名ではないんです。高生というのも、えー、少数民族の多いところですし、あまり裕福ではないところです。いい大学でもないんですね。普通です。私はとてもショックですね。 この学生は今年9月に入学して病気の関係で授業はなかなか進まないらしいです。彼が言った通り2年前からアメリカは中共に対して貿易の摩擦をするようになりました。この学生は多分ですが社会、政治に興味があって国際的で起きていることにも興味があると思います。 ただ、まだ社会の経験がないですから、話の内容はとても硬いですね。簡単で直接自分の考えを言ってしまいましたね。この子は自分の心に思っていることを素直に言っていることだと理解しています。中国では内容の審査が厳しいです。これが偽造ではないんですね。そして内容的にですね、そして一部の賛成派もいますし、もちろん 反対派もいます。分析したいと思います。この手紙を見て私は今まで付き合ってきている友達、同級生、同僚などを思い出しました。仕事関係のお客さんなどもですが、私は考えました。今日はこの動画のテーマは自分の考えですね。どんな考えでしょうか真実の中国です。私、 あるいは私と関係ある中国人、周りにいる人ですね。それと、現在視聴されている日本の方ですね。皆様の周りにいる中国人ですが、あるいは私もですが、皆様の周りにいるこのような中国人は相対的に裕福な中国人だと言ってもいいと思います。裕福とは都会の人、性格はオープン的な人、優秀な人です。 日本の方の周りにいるあるいは知っている中国はこのレベルの中国ですね。つまり真ん中の層、中間層の中国です。大富豪でもなく貧乏でもないです。普通です。でもこの手紙は田舎の子が書いたものです。真実な中国は田舎で貧困、閉鎖的です。これが真実です。 日本の方のしている中国人、その人の考え、話し方、人との接し方は中国の主流ではないんです。つまり私も主流ではないんです。日本にいる中国のビジネスマンは主流ではないんです。中国に来てですね、日本の方は、展示会、展覧会、貿易の輸出、輸入会に出ている中国人を見てですね、それらは主流ではないんです。 中国の本当の主流というのは、この手紙を書いた人です。そして、この手紙を賛成する人が主流です。皆様の周りにいるでしょうが、中国にいますが、たまに日本に観光にも行きます。子供は中国のとてもいい学校に行っています。中国の都会で生活している。仕事をしている。仕事の内容は世界を相手にしています。英語、 日本語、スペイン語、数カ国語がペラペラです。そして、よく外国に行きます。出張とかですね。外国に行って商談をします。これらの人の接し方、考え方はとてもウープン的ですね。とても現代的です。でも、これは真実でしょうかこれは真実の中国ではないんです。これらの人はですね、います。でも、ほんの少しです。 とても少ないですこの手紙を読んで皆様は聞いて極端すぎると思われるでしょうがでもこれが中国の主流の考えです外国の方日本の方は中国に対して判断をするとき誤った判断をしてしまいます原因は何でしょうか真実の中国を知らないからですね今日は この手紙を見て真実の中国を知ることが少しではありますが知ることはできます。この手紙を整理して8個のポ,ンポイントをですね、整理しました。すべて考え方、価値観のことですが1、国家はナンバーワンです。国が優先です。国の利益が最優先です。2、外国を恨みます。特に アメリカを恨みます。3. 偏見、軽蔑です。中国には軽蔑のチェーンがあります。例えば、私はこの階級ですから、この階級より下の人間を軽蔑します。下の階級にいる人間は自分より下にいる人間をですね、軽蔑します。これ 4. 自分の利益が大事です。自分の発展、 自分が裕福になりたい。自分がお金持ちになりたいです。誰よりもお金持ちになりたいです。そしてみんなに尊敬されたいです。これが自分の目標です。この目標を達成に邪魔に出てくるものは悪いものです。決してしまいたいです。このようにあるべきではないんですと。この子は社会経験がないんです。 中国の大学生は約2000万人から3000万人ですが、6億人を消すには、大学生1人につき1人を1日1人を消すことですが、そして彼が生きている社会、家庭、学校は極端な状態です。愛がない社会で生きているという意味ですが、愛、感情のない社会で生きていると思います。どうして 極端的な社会になった。極端的な生活になっているでしょうか。選択肢がないからです。選択する権利がないんです。この目標を達成するために他の道はないんです。これで極端的な方法でやってしまうことですね。7. 自己中ですね。8. これは洗脳の結果です。 中共の洗脳を受けて、このような人間になってきます。この子は自分の考えはないんです。実はないです。中国の宣伝部署の内容をそのまま受けています。洗脳で作られている製品です。この文章でわかるのは、このような考え、このような人間が生まれると皆様にわかってほしいです。この手紙、 文章の裏にある原因を分析しましまた。もちろんですが、この子は洗脳されている、洗脳を受けている結果です。洗脳を受けて、この文章を書くことができます。でも、この文章は中京ばっかりが悪いではないんです。これは中国の伝統的な文化でもあります。因果関係です。中教の洗脳の関係もあります。 中国の文化的な原因もあります。まずはですね、国と家庭の理念です。国が一番です。次は家です。最後は自分です。この理念はどうやってきたでしょうか皇帝が作りました。皇帝は最優先です。皇帝はナンバーワンです。皇帝とは国ですね。国は皇帝のものですから。 これが中国の伝統の文化です。これは中居が悪いとは言わないんです。昔からです。皇帝の時代からですね。そしてこの子の生活環境です。生きる環境ですが、昨日少し言いましたが、中国人の生活で家庭です。義理、義務、順番、秩序があります。秩序とはルールです。このルールに従うことです。 下のものは上のものが言っていることに従うことです。次は義理、義務です。義理の義が大事です。義とは、この自分は、この社会、この国、この和、環境で自分の責任です。自分の責任感のことを義理の義だと言います。しかし愛がないです。これで最終的な目的は利益の 利益が真ん中にあって左が秩序右がギリです利益が一番ですねこれがあって貧困の社会を維持するには秩序とギリでこの社会を維持しています外国の方は中国はこれでもどうして反乱しないのこれでいいのとどうして安定しているのと 不思思議に思っているでしょうかこの3つのことで社会を維持しています。利益が真ん中で義理と秩序です。自分の利益のために利益を追求することです。利益を追求する義理とルールを無視してもいいです。これで社会を維持しています。これが今の国と家庭の文化です。 中教のやり方としては簡単です。皇帝を抜きにしました。国が皇帝のものですから皇帝をなくします。皇帝の代わりに中教になりました。国が中教のものになりました。そして国の外に社会主義の理想を塗装します。周総書記は中国の夢を入れるようにしました。そして 現代的な技術で宣伝します。インターネット、スマホを使って国民に洗脳をします。これがこの手紙、この文書の裏にある原因です。では、この考え、見方からですね、見ていきます。中国と世界の先進国の価値観の違いが見えてきます。衝突してきた原因ですが、 中国のこの価値観で先進国の方の常識とは違います。これがあって日本の方でも先進国の方でも中国のことを見て理解するのは難しいです。困ります。原因は文明、常識が衝突しているからですね。衝突している原因は価値観の違いです。例えば命の価値、人間の価値、人と 人の関係、人と社会の関係、国家の価値、国家と個人の関係などですが、これらの問題を出して、整理して、中国の価値観と皆様の常識は違います。差が激しいです。中国の文化では、人間はたくさんの人間の中にいて価値があると言います。 人間は二人が行って人間になりますっていう意味ですが。しかし先進国では個人個人が大事です。自分の価値観が大事です。自分の価値観は誰にも影響されないように生きていきたいですね。これが普通の先進国の常識です。このようなことがあって中共の意図を理解するのは難しいです。 簡単の例を言いますね。皆様も考えてくださいね。どうして、習総書記はこのままでも裕福で困ることがないですし、国が自分のものですし、幸せです。でもですね、どうして拡大していくでしょうかどうして自分の国旗を外国に立てていきたいでしょうかどうして中国の夢を見るのでしょうか 理解できますが、利益のためでしょうか違いますね。価値観です。中国人の価値観は簡単です。ことわざがありますが、綺麗な服を着て夜で歩くのはダメです。納得できないんです。あの、ここで治安のことは言っていないんです。綺麗な服を着ても夜で歩くと誰にも見れないでしょう 意味がないんですよね。ブランド服、綺麗な新しい服を着て夜で歩くと誰も見れないですね。ダメです。この服の価値がないんですよ。絶対に受け入れないんです。例えば、外国に留学して絶対にお金持ちになってきれいな服を着て金のアクセサリーをいっぱいつけて帰国することです。 これをしないと留学する価値がないんです。自分がお金持ちになりました。みんなに教えないとダメなんです。みんなに呼びかけていきます。私はですね、お金持ちだったよと言います。これが中国人の主な考えです。これについて私の周りにできることを明日詳しく言いたいと思います。この価値観とは自分の価値。 は、第三者で自分の価値をですね、表現してもらうようにすることです。これについては、日本の方は理解できますかこれがわからないと、中国で起きていることを判断するのは難しいです。なぜなら、さっきの例で言いますと、日本の方は理解できないからです。他にもあります。例えば、 中国ではですね、ある番組、新聞の特集がありますが、外国人から見た中国ですと。中共はすべての国内のメディアで外国人を使って自分を褒めることです。外国人がいなくても外国人のふりをします。外国のメディアのふりをします。例えば、 グローバルタイムズ。完全に中共のメディアではありますが、でもいつもですね、外国の不りをしています。自分は自分を、えー、褒めています。州総書記はよく自慢する。でもこれだけですね、足りません。外国のメディアにも自分を褒めてほしいです。病気の最中、マスクを寄付して、 外国にいる中距の外交官は外国の政府官僚にお願いをして感謝状を書いてもらいました。どうしてこのようなことをしますかどんな価値あるでしょうかさっき言いましたが自分が綺麗です。でもダメです。他人にやっぱり褒めてくれないとダメなんです。他には意図と行動の関係ですが 例えば、私はある目標を達成したいです。この目標を達成するために努力しますね。1番、2番、3番をやって目標を達成するようになります。これが誰でも理解できますね。でも、中国は違います。ある目標を達成したいです。行動と最終的な目標とは関係ないんです。 理解できないですし、受け入れることができないんです。例えば、中共は科学技術で先進国を追い抜きますね。日本の方は20年間をかけました。投資して、基礎な教育から投資しました。結果は、この10年間、ノーベル賞が爆発でもしたかなのように、日本の科学者が受賞されています。これが、 基礎的な教育への投資からやっていた結果です。でも中国は違いますね。やり方は簡単です。先人計画です。これで外国の研究成果を盗むことができますね。簡単ですし、早いです。コストは安いです。でもやり方はダメですよね。窃盗の行為ですよね。 窃盗の行為で自分の目標を達成するにはダメですよ。納得いかないです。が、宗教は言いました。大丈夫ですと。我々の目標は善意のあることです。これが大事ですよと言いました。つまり、最後の目標は、最終的な目標は製造業の 大国になる科学技術で世界をリードすることです。この目標はいい目標でしょうと。なら、この目標を達成するためにどんな手段を使っても大丈夫ですと。これは中共の価値観です。多くの中国人もこの価値観なんですよ。このような価値観は視聴者の方はですね、理解できますか普通の 価値観なら目標はあります。その目標は道徳のある目標ですね。目標を達成するために使い手段を道徳のある手段を使わないといけないですね。つまり、素晴らしい目標を達成するために道徳心のない手段を使うのはダメなんですよね。これはダメです。例えば、ヒトラーはこれですね。 人らの目標は素晴らしいです。でも、虐殺の手段を使うのはダメですよね。中京は同じです。目標を達成すればいいんです。途中に使った手段はどうでもいいんです。これが専任計画が正々堂々と出てきた原因です。悪いと思ってもないんです。視聴者の方は理解できないでしょうが、中国には嘘がいっぱいですね。 宗教は嘘を言っても平気です。上から下まで真実を修正します。正々堂々と修正します。歴史も正々堂々と改ざんします。なぜなら嘘をつくのは上から下までやっていることです。もう慣れています。これが中国の文化なんです。文化と言いますと、歴史の教育では ある子供のお母さんは病気となりました。漢方薬を作るには人間の肉を入れな,入れないと、まあ、入れた方がいいと効果がいいというふうに言われていると先生が。子供が自分の太ももの肉を切って漢方薬に入れました。煮込みましたと。お母様は元気になりましたと。これは非常にいいことですよと言っています。 お母さんのために自分を犠牲にできる子供はいい子供ですと評価しますと。つまり、親孝行のために何でもありです。三国志です。そうですね。メールで三国志のことに対してですね、興味のある方がいました。ご存知でしょうが、本当の三国志ではある内容を言いますね。兵士が 士兵ですね。兵士ですね。軍人ですね。兵士がヘラペコです。ペコペコです。食べ物がないんです。戦争でね、食べ物がないんです。兵士のために、自分の妻、昔の人間、妻、2番目の妻、3番目の妻いますので、自分の妻、2番目の妻、3番目の妻を殺して、肉を切って、茹でて、兵士に食べてもらいました。これに対しても、非常に良い,い評価なんですよ。 でもこのようなことはですね先進国でなくても普通の国社会ではあってはいけないことですねでも中国の文化ではこれを宣伝しますなぜなら義理が大事ですね義理のために自分の奥様を犠牲してもいいではないかとこれで見えるのは中国の目標と達成するために 行行う行動の違いがわかりますね。これが中国と先進国の価値観の違いです。理解できないでしょうね。この文章、この手紙は実に価値があります。我々は本当の中国を認識しないといけないんです。真実の中国では文明と野蛮の 共同生存の社会国家です。先進と後退の共同生存の社会です。裕福と貧困の共同生存の社会です。開放的と閉鎖的の共同生存の社会です。真実と嘘の共同生存の社会です。これが今の中国です。 とても複雑ですね。私は複雑と言わないと理解できないからですね。皆様は周りにいる数人の中国人を見て中国を判断してはいけないんです。真実の中国は最初に言いましたが貧困的です。農村部が多いです。農民っていうのは8億人から9億人もいます。閉鎖的です。そして遅れています。 現代文明に遅れています。でも中国では一部はですね、先進的です。裕福、開放、オープン、文明のある社会です。これは全体的な中国の現状です。そしてこの矛盾的複雑な状態がずっと存在しています。周りにいる中国人だけで中国を判断してはいけないですが、見えない。 でも現実ではあります。裏にある中国人の行動で中国を判断する必要があります。中国の主流、中国の未来を影響する多くの中国人は裏にいます。表に出てこないんですね。農村部にいます。田舎、山の奥にいます。閉鎖的視野も広くないですね。 心が狭い人間が多いんです。私のような人間はもちろん多いんですが、でも裏にいる人間はもっと多いです。今日は現代の中国の顔、中身、主流の価値観、意識、考え方、常識について話をしました。主流の意識とは、一つ、古い文化、伝統的な文化があります。もう一つは、 中共は自分の利益、目標のために国民への洗脳です。もちろんですが、中共は共産主義の価値観を入れてしまいます。一部は田舎、農村部です。一部は都会です。開放的、閉鎖的、野蛮的、文明的、混ぜています。開放的になる時もありますが、野蛮的になる時もあります。 つまり中国の社会で起きている事件は簡単そうですが簡単ではないんです。中国の都会が拡大していきますね。郊外、田舎でも都会の一部になってきています。都会にいる都会の方は実はですね、以前なら郊外、田舎でした。農村部は中居の主流です。農業の国家ですから農民が多いんですよ。 農村部では閉鎖的、極端的な態度というのが主流なんです。極端な態度の原因というのは貧困です。貧困で選択肢が限られています。最後は選択肢がなくなってきます。極端的な選択しか残っていないですね。現実を受け入れるか、極端な手段で現実を 変えるかですね。これがこの文章、手紙を書いたこの生きる環境です。今回の動画は答えではないんです。大きな社会の一つの穴から覗きました。一部の社会を見ることができましたという意味です。新しい物事の考える角度、方法ではありますが、明日、 メンバー限定の動画がありますので、できればメンバーになっていただき、みんなで成長していきたいと思います。ご支持ありがとうございます。最後は、いいねのボタンをお願いいたします。台風が日本に行きそうですが、多分過ぎたかなと思いますが、雨に乗れないように、風邪ひかないようにお願いいたします。ありがとうございました。